日本共産党の山添拓です。日本学術会議への人事介入が大問題となっています。憲法23条、学問の自由に基づき独立性が保障されるべき存在にもかかわらず、任命拒否の理由を説明できないのは致命的だと言わなければなりません。共同通信の世論調査で総理の説明が不十分だとする人が7割近くに上りましたが、当然だと思います。資料をお配りしております11月13日付の毎日新聞です。最高裁判事の人事にも官邸が圧力を加えていたという報道です。安倍政権の下で退任する判事の後任人事で官邸への説明方法が変わったと。なんで1人しか持ってこないのか、2人持ってくるようにと杉田官房副長官が求めたと。あるいは菅氏は周辺に最高裁が持ってくる人事をそのまま認めるだけなのはおかしいと漏らしているという記事です。以前には弁護士出身者の後任に日弁連推薦でないものが当てられた際に、それが官邸の意向によるものだという報道もされたことがあります。最高裁に伺います。長官を除く最高裁判事は憲法79条1項で内閣が任命するとされております。その際、最高裁長官が総理に対して意見を述べるのが慣例だと伺います。なぜ意見を述べるんでしょうか。徳岡人事局長。お答え申し上げます。最高裁判所判事の選任につきましては、最高裁判所長官が長官としての立場から内閣総理大臣に対して意見を述べるというのが慣例となっております。これは最高裁判所長官が裁判所の運営に最も詳しい立場にあるということ、また最高裁判所判事の選任という事柄の性質上、司法部の意見を聞くことが望ましいということから、このような慣例になっているものと承知しております。山添拓君。今おっしゃった事柄の性質上というのは、これは司法の独立を担保するためにという、そういう趣旨ですね。徳岡人事局長。お答え申し上げます。最高裁判事の選任が最高裁判所の運営の実情を踏まえたものになるようにということであるというふうに承知をしております。山添拓君。司法の独立とは関係ないということですか。徳岡人事局長。お答え申し上げます。憲法は内閣が最高裁判所判事を任命することとしておりますけれども、そのコスト、司法の独立との関係につきましては憲法の解釈にわたるものでございますので、最高裁判所としてお答えすることは差し控えたいと存じます。山添拓君。これ最高裁がお答えを差し控えてしまうと困るんですけども、大臣に伺いますけれども、内閣の一員でもあるかと思います。この記事にあるような事態があったかどうかということをご存知でしょうか。上川法務大臣。今のご質問でございますけれども、法務大臣はとして私ここで答弁立っているわけでありますが、内閣を代表してお答えする立場にないということで、この件については答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。山添拓君。で一般論として結構ですけれども、最高裁判事の任命にあたっては司法の独立を踏まえるべきだと。ですから任命権が内閣にあるからといって自由に介入できるわけではないと。この点は大臣もそのような認識でしょうか。上川大臣。この点に関しましても私内閣を代表してお答えするという立場ではございませんので、その点ご理解をいただきたいというふうに思います。山添拓君。裁判所というのは、とりわけ最高裁は行政の行為に対する意見審査権も持っていますので、行政府を忖度するような最高裁の構成になってはならないと思うんですね。で少なくとも司法の独立というのはその意味で、独立性が求められ、内閣が人事権を背景に、任命権を背景にその人事に介入してよいということにはならないと。これは内閣の一員である大臣としてご答弁いただいてしかるべきことではないかと思うんですが、いかがでしょうか。上川大臣。内閣の一員ではございますが、内閣を代表してお答えするという立場ではございませんので、その意味でお答えにつきましては差し控えさせていただきたいと申し上げたところでございます。山添拓君。これは極めて残念に思います。そういう答弁で本当に良いのかということが問われると私は思います。裁判所法41条は最高裁判事というのは識見の高い法律の素養のある40歳以上の者、任命資格を明記しております。
ですから法律上もまた憲法上も内閣が恣意的に任命権を行使できるとは到底言えないと思うんですね。検察庁法改正案もこれは同じ問題だったと思うんです。準司法官として独立性が求められる検察官について内閣の定める自由があると認めるときには勤務延長を認める、こうした規定で内閣による介入を正面から認めようとしたものでありました。で、国民のうねりのような反対世論、弁護士会や元検事総長あるいは東京地検特捜部長経験者などの反対の声を受けて政府はとうとう法案を撤回しましたが、まだ危険はあると思うんですね。検察官にも勤務延長を可能にしたという解釈変更が残っている限り第2第3の黒川問題は生じうると言えます。大臣伺いますが、解釈変更を撤回するおつもりはないのでしょうか。上川法務大臣。解釈変更ということで、当時私その任に当たっておりませんでございましたので、そのところの詳細についてはつまびらかにしておりませんけれども、これは変更につきましては国家公務員の一般の定年の引き上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で関係者から庁からも異論のないとの回答を得て解釈を改めたものと承知をしているところでございます。今のような状況であったということを聞いている状況でございます。山添拓君。聞いているということですから、当時違ったからわからないということではなくてですね、あれだけの世論を受けて法案の撤回に追い込まれたわけですから、改めて検討し直し解釈変更を撤回していただきたいと思うんです。で、安倍政権も菅政権も国家公務員であれば意のままに人事介入できると考えているように見受けられます。しかし学問の自由や司法の独立、憲法上求められる独立性の保障を軽視したりあるいは無視するような政治は決して許されるものではありません。そのことを厳しく指摘をして今日は次のテーマに入りたいと思います。コロナ禍で女性がとりわけ困難を強いられる状況があります。政府や自治体への DV の電話相談は5月6月で前年の 1.6 倍、性暴力被害のワンストップ支援センターに寄せられた相談は4月から9月で 15.5% 増えたとされます。25歳から34歳女性の完全失業率は8月に 4.7%、 女性の多い宿泊業飲食業への影響が顕著に表れております。自殺者は7月以降4ヶ月連続で前年を上回っていますが、特に女性で増加が著しく10月は前年の 1.8 倍だと、これは女性の人権に関わる問題だと思います。まずこの点について大臣の認識を伺います。上川法務大臣。新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、外出自粛や休業等によりまして生活不安やまたストレスを原因とする配偶者からの暴力あるいは雇用環境悪化による失業など厳しい状況に置かれている女性が増加していると、そうした実態に対しましてはさまざまな懸念が表明されているところでございます。また今委員ご指摘のようにそうしたことを背景として自殺の増加も極めて深刻であるというふうに認識をしているところでございます。山添拓君。感染拡大の第3波にもかかわらず今 GoTo を中止できずに支援策を改めようとしない、こういうもとでは雇用と営業への影響はますます深刻化してしまいます。若年女性などすでに困難にある人をこれ以上追い込んではならない、自助では済まされない事態だということをぜひご認識いただきたいと思うんです。資料を配布しております2枚目ですが、私は先日一般社団法人コラボが運営するバスカフェで代表の二藤夢乃さんらにお話を伺いました。食事やコスメや生理用品などを無料で配っているこのバスカフェには、この日も新宿で18時から22時、4時間で46名の10代の女性が利用していました。夜の街を巡回して少女たちに声をかける声かけチームにも同行させていただいたんですが、夜の街で少女たちを探して声をかける、その中心は性的搾取を目的としている人たちばっかりだということなんですね。渋谷新宿には毎晩100人ほどのスカウトが立っていると。歌舞伎町で私たちも実際それらしい人をですね複数見かけました。ですから本当は声かけチームの方も100人規模で臨まなければ間に合わないんだと、こういうお話でありましたが、それは壮絶なものだと思います。コラボなどの取り組みは
若年被害女性等支援モデル事業として国も支援をしています。来年度から本格実施の予定だと伺いますが、どのように支援策を拡充する計画か厚労省に伺います。岸本児童虐待防止等総合対策室長。お答えいたします。さまざまな困難を抱えた若年女性につきましては、自ら悩みを抱え込み問題が顕在化しにくく公的な支援につながりにくいといった側面が指摘されているところでございます。こうしたことから厚生労働省におきましては、平成30年度に若年被害女性等支援モデル事業を創設いたしまして、公的機関と民間団体が密接に連携し、夜間の見回り声かけなどのアウトリーチ支援居場所の確保相談対応自立支援等の支援を行ってきたところでございます。令和3年度概算要求におきましては、モデル事業として実施してまいりました事業につきまして、相談支援体制や、医療機関との連携との強化を図った上で本格実施に移行することを検討しておりまして、現在議論を行っているところでございます。山添拓君。予算額などについてどのように拡充する予定かということもご紹介いただけますか。岸本室長。予算額につきましては現在財政当局と調整中でございますが、令和3年度の要求につきましては1箇所あたり補助金額を大幅に引き上げる形で実現をしたいということで私どもとしては要求しているところでございます。山添拓君。資料の4ページに2600万円を要求されているということでご自身では お話になりませんでしたが大幅な増額を要求しているのだと。二藤さんはアウトリーチを強化することによって出会う少女たちがどんどん増えていると。でにもかかわらずその行き先が圧倒的に不足しているというお話をされていました。厚労省の事業では一時的な居場所の提供が原則とされて、シェルターなどの支援を行うことになっておりますが、中期的な中長期的なシェルターについてもこれは支援の強化が必要だと考えるんですけれども、いかがでしょうか。岸本室長。お答えいたします。まず、本事業現在実施しておりますモデル事業につきましても原則その短期 の一時の居場所提供を予定してございますが、場合によってはもう少し長い期間も対応できるような仕組みとはしてございます。また先生ご指摘の、より、中長期的なシェルターによる支援に関しましては、昨年10月、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会という検討会の中間まとめにおきまして、未成年の若年女性の対応を含め、困難な問題に直面する女性を対象とした包括的な支援制度の必要性が指摘されているところでございまして、これについて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。また安心安全な居場所の提供に向けまして、夜間相談見守り支援を行う体制整備を行うなど、困難な問題を抱える女性若年女性の支援については今後とも努めてまいりたいと考えております。山添拓君、はい、ありがとうございます。韓国では24歳までを対象にする青少年福祉支援法に基づいて青少年シェルターなどの予算がつけられています。これは歌舞伎町のような繁華街のビルの一角に駆け込める場所がいくつも整備されているというわけですね。日本でも公的に支えることが大事だと思いますので、ぜひ前向きに検討を進めていただきたいと思います。合わせて相談や公的機関への申請に弁護士が同行することもありますけれども、その多くは手弁当です。こうした費用を十分賄えるようにするためにも支援の全体的な抜本的な拡充が必要だということを、これ指摘させていただきたいと思います。コラボの相談は10代後半が大半です。性暴力や性的搾取の被害に遭う、DV や虐待で安心して過ごせる場所がなく家出を繰り返す、あるいは薬物に依存する、でそもそも発達障害や知的障害がある、あるいはコロナでアルバイトが激減して困窮する、ほとんどの場合その抱える問題はすぐに解決することができない複合的な困難です。現在少年法改正に向けた議論の対象とされている18歳19歳もまさにこの年代に当たると思うんですね。民法の成年年齢を引き下げるから少年法も合わせてと、こう単純にはいかない現実があると私は考えます。そこで大臣に伺いますが、現在の少年事件の手続きや処遇は年長少年18歳19歳についても有効に機能しているという認識をお持ちでしょうか。上川法務大臣。少年法は第1条に規定するとおり、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して
性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としているところでございます。このような少年法に基づく現行制度は、18歳および19歳の者も含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識しているところでございます。山添拓君。一定の機能という答弁でしたが、現在そうして有効に機能しているのであれば、民法や国民投票法と合わせるために位置づけを変えるというのは、これは立法事実としての論拠に乏しいと指摘せざるを得ません。私は先月、長岡市の新潟少年学院を訪れたのですが、5年ほど前から特殊詐欺の少年が増えてきたというんですね。で、受け子のように実行行為の一部を行うだけで大した報酬も受けていないと。で、そのためにむしろ被害者意識の方が強い少年もいるということでした。で、そこで独自の更生プログラムを開発して、グループワークなどを通して自己分析を求める。で、さらには高卒認定試験を受けるコースも用意して、教育的な処遇が行われていました。成人と同じ刑務所に行くことになれば、一人一人に目が届くような処遇は難しく、再犯防止はもとより社会復帰においても後退しかねないと思います。18歳19歳というのは成長発達途上にあって過疎性を有する存在だと。だから現在の少年法が有効に機能している、このことは改めて認識されるべきだと思います。少年法の特徴の一つが、犯罪には該当しないけれども将来その恐れがあることを問題とする愚犯です。少年法の目的である健全育成との関係で、愚犯による保護処分があることはどのような意義を持つと認識しておられるでしょうか。大臣、ご答弁をお願いします。上川大臣。少年法は一定の自由に該当し、性格および環境に照らして将来罪を犯す恐れのある少年、いわゆる愚犯少年ということでありますが、につきましても家庭裁判所による保護処分の対象としているところでございます。このような現行制度につきましては、18歳および19歳の者も含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識をしているところでございます。今少年法の在り方に関しましては、調査審議が行われました法制審議会におきましても、18歳19歳の者につきまして、誤判について必要に応じて保護処分に付することによって、対象者の成長を支援して立ち直りを図るということは重要であるとの意見も示されたものと承知をしております。こういったところでございますので、こうした法制審議会の答申を踏まえまして、この全会一致でまとめられたものも含めまして、この誤判につきましては処分を行わないというふうにされたところでございます。山添拓君。しかし大臣の今の答弁でも、今の誤判の仕組み、18歳19歳においても一定の機能を有しているという話でありました。私は先日東京の狛江市にあります女子少年院の愛好女子学園を訪れました。女子が特に誤判が多いわけですね。で、誤判といっても、実際はいろいろだということでした。私が伺ったのはですね、例えば覚醒剤の自己使用で警察では1回使ったとこう言ったわけですが、証拠上明らかでないということで、誤判として少年院送致になったわけですね。誤判という扱いになったと。で、鑑別所では実は10回使ってたと、こういうふうに言ったというんですね。で、それで少年院に来たら本当は100回ぐらい使ってたというんですね。で、だけどそれでも誤判として少年院送致となったことによって立ち直りの機会を与えられていると。少年院では個人別の矯正教育計画、いわばカルテに沿った処遇が行われています。これは刑罰とは違うものです。園長さんは入ったからには損はさせないというつもりでやっている、こう熱意を込めてお話でした。18歳19歳を誤判の対象としないということは、こういうチャンスを奪うことになりかねない問題だと言えます。続いて、今大臣のお話にあった法制審の答申では、家裁から検察官へと事件を送る、いわゆる原則逆送の対象事件の拡大を求めています。現在は故意に人を死亡させた事件に限られていますが、これを短期1年以上の自由刑、
すると強盗や強制性交罪などが入ってくるわけですが、そうしたものに対象を広げるものだとされています。しかし強盗だといっても、例えば万引きが見つかって制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだ、そういう事後強盗や被害金額が少額で犯罪の結果は軽微だと、そういうものまで様々あります。犯情に幅があると言われています。成人と同じ刑事裁判になると、これは事案によっては判決までいったとしても刑の執行猶予判決となりうると思われます。でそうしますと、現行法のように家庭裁判所がさまざまな事情を考慮してきめ細かく処分を行うことが難しくなる、こういう指摘がされておりますけれども、大臣、この点についてはどのような認識でしょうか。上川大臣。先ほど の具犯 のご質問に対しまして、私は具犯につきましては、一つの意見として必要に応じて保護処分に対することによって、対象者の成長を支援して立ち直りを図るということは重要であると、こうした意見も示されたところでございますが、議論の結果として答申におきましては、18歳及び19歳の者は選挙権等を付与され民法上も成年として位置づけ得られるに至ったこと、また民法上の成年に対して罪を犯す恐れがあるというだけで処分を行うのは罪を犯す恐れが国家における過度の介入でありまして、成年年齢引き下げに係る民法改正との整合性や、また責任主義の要請との関係でも問題があることなどを踏まえまして、具犯による処分は行わないとされたものと承知をしているところでございます。先ほどちょっと途中で申し上げたところでありますが、先生の方からご指摘をいただきましたので、付言させていただきたいと思います。これは法制審議会における議論ということで、ご紹介をさせていただきたいというふうに思っているところでございますが、また今、原則逆送の話に触れていただきました。この点につきましても、法制審議会におきまして、18歳及び19歳の者にかかる原則逆送の対象事件の拡大について、ご指摘のような意見も示されたものと、私は承知しているところでございます。議論の結果でございますが、答申におきましては、18歳及び19歳の者は選挙権等を付与され、民法上も成年として位置づけられるに至ったこと、またこれらのものにつきまして、家庭裁判所への全権送致の仕組みを採用するのであれば、国民の理解、納得を得るためには、同時日程の重大事件については、刑事処分が適切になされることを、制度として担保する必要があると考えられること、また、犯情が軽微な事案につきましては、原則逆送の規定の例外規定を家庭裁判所が適切に運用をするということで対応できることなどを踏まえまして、原則逆送の対象事件を拡大することとされたものと承知をしているところでございます。法制審議会の答申でございまして、極めて長期間にわたりまして、専門的見地から十分な調査審議を尽くしていただいた上で、総会の全会一致で取りまとめられたものでございまして、法務省といたしましてはこの答申を踏まえて、法整備に向けて必要な検討を進めていく所存でございます。贅沢君。今犯情という言葉がありました。最高裁に伺いますが、少年事件の少年調査票において、調査官は少年の置かれた環境や境遇についてどのように記載をしているのでしょうか。手島家庭局長。お答え申し上げます。家庭裁判所では、専門的知見を有する家庭裁判所調査官において、非行事実の内容に加えまして、委員ご指摘の少年の生育史のほか、生活状況、家族状況等の少年の環境や資質に関する種々の情報を把握して、少年が非行に至った要因を分析し、その分析結果とともに分析の根拠となる事実を少年調査票に記載しておりまして、その内容も踏まえ、適切な処遇選択を行っているものと承知しております。山添拓君。今ご紹介いただいた内容は、要するに少年のその要保護性、生育環境に基づく要保護性という観点だと思います。でその考慮はこれまでも重要視されてきておりますし、今後も変わることはない問題だと。現在虐待や貧困や、あるいは家庭環境によって居場所がない、こういう少年がそういう状況に置かれている少年がいるもとで、その把握というのは、あるいは分析というのは変わらず重要なものだと思います。時間ですので質問を終わりますけれども、今日お配りしている資料の5ページの法制審の答申、大臣が今お話しだった答申は、18歳19歳の位置づけあるいは故障について、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当としています。今後の立法プロセスというのであれば、
法務省内における検討だけではなく、まさに立法府である国会のこうした議論も踏まえて慎重に検討すべきであり、拙速に進めるべきではないということを最後に指摘をしまして、質問を終わります。ありがとうございました。